第2節スターティングメンバーの予想をしていきたいと思います。ゴールキーパー早川智樹、右サイドバック常本圭吾、センターバック上田直道、センターバック関川育真、左サイドバック安西光輝、ボランチ佐野海舟、セントラルミッドフィルダーディエゴ・ピトゥカ、セントラルミッドフィルダー樋口雄太、右ウイング藤井智也、左ウイング知念圭、フォワードは鈴木優真、はい、今回の予想理由を喋っていきたいと思います。まずですね、前節の京都戦でですね、安西選手が生きる布陣というところで思ったので、知念選手左にそのまま入ってためを作りながら、安西選手のオーバーラップができるというところと、関川選手、佐野選手、上田選手、常本選手の4人で、しっかり後ろが守れるような形が取れているので、基本的には左側前上がりになって、後ろ向きの守備をしないような形で、前向きにプレスができるんじゃないかなっていうところを、今回の並びだなっていうところで思っております。樋口選手、ピッツカ選手も、同じような理由で前向きなプレスが得意なので、こういう風な位置関係の方がいいんじゃないかなっていうところでございます。で、藤井選手、鈴木選手も頭よく追えるタイプなので、守備陣はこれで問題ないかなっていうところはあります。で、攻撃なんですけれども、樋口選手、ピトゥカ選手、知念選手、藤井選手と前に行きたい選手が多い中で、鈴木選手が真ん中でタメを作ったりとか、そういう細かいプレーをですね、できるので、佐野選手も合わせて、攻撃の軸になれるんじゃないかなっていうところで、このようなメンバーの方が、いいんじゃないかなっていうところでございます。また対戦相手の方もですね、ちょっとディフェンスラインが揃わないような情報が出てますんで、3トップで圧をかけていった方がひょっとしたらミスが生まれたりチャンスになるんじゃないかなっていうふうには思いますんで、この並びが一番適切なのではないでしょうかというところで予想しております。以上です。今後もこのような動画をたくさん上げさせていただきます。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いいたします。以上、タローマルエンゼルランドスクリーンでした。次の動画でお会いしましょう。バイバイ。